はい、どうも、まるです。まろです。まるまるチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、山口県おすすめ観光地、五選を紹介していきまーす。ねえねえ、歯になんかついてない？見てみ、こっちに。ほんでほんでほんで、今回はですね、私もう2年間もう山口におりますので、はい。で、その間に結構、その友達、関東の友達とか関西の友達が遊びに来てくれたりとかして、うん、結構みんな私案内させていただいたんですよ。確かに、私も案内していただいた身です。そうですよね。はい。あれ山口県民だったのに、はい。だったのにも関わらず私案内された側です、ね。はい。そう、私いろんな方を案内してきて、で本当にみんなの反応が良かった。山口すげえみたいな。うん。こんなとかみたいなのを、たくさんあるんですけど、5つだけピックアップさせていただいて、ご紹介をさせていただけたらなと思っております。イェイ！よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では早速。はい。早速じゃない。それでは、やっていくまず一つ目が、ペンせーの、角島！これは有名でしょ。有名。知ってるでしょ。うん。山口県の人はまあ絶対知ってない？うん。なんか、車の CM で使われたっていう噂。橋を。うんうん、うん。角島大橋っていう橋があるんですけれども、そちらがもう有名でして、ちょっと写真をちょっとポンと載せさせていただくんですけれども、ここでございます。橋渡るだけでもさ、景色綺麗だよね。夕日の時とかさ。そう。ね。めっちゃ綺麗だよね。本当に人がいっぱい行く時間に行かん方がいいかも。朝めっちゃ早い時間とか、うん、ちょっとずらして行った方が自分が好きなように写真撮れるのでおすすめです。うん、ぜひ行ってみてください。では、二つ目。二つ目は、元の隅神社！はいはいはい。ここはね、案内してもらったね。あ、行きましたね、一緒に、ね。行きました、行きました。どうでした？すっごいね、楽しかった。あの、お賽銭のさ、あ、そうそう。お賽銭の箱、賽銭箱が、うん、上？鳥居のさ、上にあるんだよね。鳥居の上にある。鳥居の上にあっても、ほんとこうやって見上げてるぐらいのとこにあって、うん、でそれを入るまで投げるんだよね。うん、そう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 。そう。で、なんか面白かったのが、うん、なんかさ、みんなやっぱ苦戦するんよ。一発で入る人はなかなかおらん。ね、うん、なかなかおらんくって、うん、だけど周りの観光できたおばあちゃんとかが、なんかめっちゃ応援してくれる。頑張れ頑張れみたいな。あー、ダメやったーみたいな感じとか、入ったらなんかみんなでイエーイなる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 。あ、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 よかったね。何回目だ？十。感じが。誰もお祈りしてないじゃない？そうそうそう。入れて満足みたいな。そうそう。それがね、めっちゃ思い出に残った。面白かった。いや、本当にね、ここは鳥居もめっちゃあって、うん、でそれが海に続いてこう、やっとるから、うん、すごい写真とかもめっちゃ映えるし、うん、確かに。山口来たら絶対に行ってほしいところ、ぜひ行ってみてください。では、三つ目いきます。ペン！せーの。カラト市場！これはうちらさ、YouTube で前あげたよね。あげた。あ、あげたね。そう、あげたあげた。何年前か忘れたけど、多分2年ぐらい前、うん、ぐらいの動画で、そのカラト市場で、うん、私たちがお寿司を好きなだけ撮って食べてる動画が上がったと思うんだけど、うん、マジであそこ私多分初めて行ったんよ。多分。あ、そうなん？わからん。ちっちゃい時行ったことあるかもやけど、うん、大人になってからは初めて行ったけど、うん、もう本当に、美味しかった。やばいやろ。うん。あれはね、やばいんじゃん。本当にね、なんかネタも大きいし、そう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 。で、一つがね、分厚くて、うん、食べ応えもあったし、うん、あの、あれ食べたらほんまにもう他の普通の回転寿司とか食べれんようになるんじゃないかレベルで美味しかった。満足できんよね。そう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 。お腹いっぱいにもならんし、なんかもうネタに満足ができんくなる。うん。本当に困ったもんよ。うん。大変。でもただあれが、確かその金土日とか、うんうん、平日はやってないよね。あの、全部が、いろんなお店がお寿司を売るとか、うん、海鮮丼を売るっていうのは、確か金土日とか祝日とかだけやったけん、それはなんかあの、やっとるかなって言って、確認をホームページでして行っていただけたらなと思います。うんうんうん、一応概要欄にホームページを載せておきましょう。はい。置きましょう。みんなのために置きましょう。ぜひ見ていってください。じゃあ次。四つ目、探します。はい。ふーパンせーの三徳これもうちらあげたわね。あげました。あげたのばっかりじゃん。うん、いっぱい行ってきた。はい。入った。うん。ありゃえんじゃん。
うん。あれあれ。やっぱでも夏に行くのもいいけど、うん、今のこれからの季節に行くのが一番いいよね。こたつで食べれるやん。そう、ね、そう、冬外でこたつ、うん、ほんで、うん、あったかいうどんを食べる、あ、はいはいはい、最高なんよこれが、うんうんうん、もうほんまに、うん、外せん。いつも食べるもんね、うどん、うん、食べるね、うん、一口うどん。だいたいさ、おにぎりも食べたいし、うん、あの鶏も食べたいんよ、うん、食べたい、山賊焼きも食べたい、うん、でもうどんも食べたいってなったら、もううどんは一口うどんでちょっと我慢させてる。一口でも別にさ、本当の一口じゃないしね。すんで終わらぬ。うん。すん、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 すん。いや、そんないいかも。あるある、結構ある。嘘。ほんまほんま。そう、うちの一口がちっちゃいから。それはない、なさそう。っていう感じで、しょうか。って何だっけ？結局かよ。結局ね、いやとにかくみんなに行ってほしいんだ私は。うん、そうだね。そう、あっちにも行ってほしいし、こっちにも行ってほしいし、うんうん、行ってほしいことがたくさんある。うん、行ってほしいとこだが、うん、とこがいっぱいある。で、そして最後に紹介させていただくのが5つ目。はい。ドルル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 ルせーの、秋吉堂。イエーイ、イエーイ。皆さんこちらご存知でしょうか。うん、ご存知かしら。まあ、でも山口県民は知ってるよね、さすがに。知ってるね。うん、誰も島が一回は行ったことがある場所。うん、うん、だと思う。修学旅行で行ったっけ。行った、行ったよね。小学校の時に行った。行ったよね。修学旅行で秋吉台とセットで。そう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 。そうそうそう。行った行った。もうなんか、私、どっかの県の洞窟みたいな、うんうんうん、行ったことあるんですけど、マジで狭いの。うんうん、こうなんかほんまに冒険してるなーっていう感じだったけど、うん、あそこってマジでだだっ広いのよ、秋吉堂って、うん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 。すごいよね。すごいよね。めっちゃ広い。うん。大好き、ああいう系、結構好きかも。ね、あれ鍾乳洞か。鍾乳洞。そう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 。なんか歴史を感じる。なんでこれほんまにこれができたのかな、ほんまに自然の中でこれができてきたんかなみたいな。うん。すごいよね。普通に感動せん、うん、なんか、うん。皿みたいなのあるよね、いっぱい。あ、あるあるある。ね、でかいあったわ。覚えてる。そう。あれとかがあるんですよ。うん。で、今までそういうのに行ったことない人も多分いると思うんですけど、行ってみたらマジで感動するから、うん、本当に見てほしい。今度その秋吉堂でですね、うん、イベントがあるらしいんですよ。ほう。イベントが。何の？何のってちょっとご紹介をさせていただけたらなと思います。はい、12月21日から12月25日まで、うん、秋吉堂で公共ファンタジーっていうイベントが。おお、めっちゃクリスマスシーズンやん。そう、え、ほんまやね。ね。クリスマスや。クリスマスシーズン昼間に見られるそんなライトアップイベントが開催されますとのことです。おーい。てか、あんなから、確かに、あんながライトアップするってこと？うん。すごそうじゃない？え、やばいね。うん。って考えたら。すごいよ、絶対。なんか、イメージがあんまりわかんけど。確かに。なんか、ただでさえさ、ライトみたいなのついとるやん。ある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 。それがさらに装飾されて、クリスマスっぽくなるってこと？イルミネーション的な、ね。そう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 。本当にね、行ってみたいの、私もこれ。うん。で、ちなみにですね、その多分ライトアップの時間が決まっとってから、うんうん。1日3回あります。はい。1回目が10時から11時。で、2回目が12時から1時。で、3回目が2時から3時です。それはお昼のってことか。そうそうそう。じゃけ、その昼間に、そのライトアップイベントが開催される。そっか。だけ、鍾乳洞の中やけ、どっちみち暗いけさ、昼行っても。そう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 。なるほど。だけ、お昼の間にライトアップされるってことね。うん、ってことですね。ということで、どんなイベントだよっていう動画をいただいておりますので。はい。こんな感じでね。はい。では、そちらをご覧ください。どうぞ。光と音を感じる。ねえ、知ってる？クリスマスって特別なんだよ。ここを見せてあげたかったんだ。秋吉堂東京ファンタジー。クリスマスだけのイルミネーション。やばだ。やばい。友達とか家族とか、うん、もうぜひみんなでこう昼間やけさ、多分時間合わせやすいじゃん。うん、うん、確かに。そう、お子さんがおる人とかもね、結構行きやすいと思うので、うんうん、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、今回山口県のおすすめ観光スポット5選をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。よかったよー。ありがとう。おー、まだクリスマス付近の予定が決まってない方は、さっき紹介した、うん、秋吉堂の方に行ってみてください。その他紹介した山口県のところも本当に本気でうちらがいいなって思ったところなので、
みんなぜひ遊びに行ってみてね。ということで、以上、まるまるチャンネルでした。